週刊フリーブレイズ、はい、週刊フリーブレイズです。アジアリーガイスオッケートークフリーブレイズ選手のインタビューをお送りしております。さて、2週連続のホーム戦のフリーブレイズ、先週はクレーンズ戦、今週はアイスバックス戦、まあ、来週は八戸での全日本選手権ということになります。今回は背番号55、畑道和選手に伺います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は12月3日の木曜日なので、今日はこれから練習。はい、朝早い時はめちゃくちゃ早いし、午後の時は結構ゆっくり、なかなか1日のリズム作るの大変そうですね。そうですね、まあ、なんかあんまり慣れてなかったですけど、ようやく結構みんな慣れてきたかなっていう時だと思います。午後だとじゃあ結構朝はゆっくりできる。もちろん、あんま今まで午後練ってあんまりなかったんで。でしたね、はい、どっかアウェイ行ってやるとか、その時とか、あとは、まあ、夏場とかはね、まあ、なんか2部練の時とかあったりはしますけど、シーズン中は結構珍しいっていうか。そうですね、じゃあクレーンズ戦終わって月火休みで昨日からという感じ。そうですね、基本そうなりますね。試合の次の日はオフで、っていう感じでやってます。はい、クレーンズ戦、まあ、連敗ということになってしまいましたが、畑選手は日曜日の出場でしたけれども、いかがでしたか。そうですね、まあ、釧路行った時も、アウェイでは2試合ちょっと出番なかったんですけど、まあ、こっち戻ってきてクレーンズ戦やってみて、やっぱりアウェイでも結構こう、まあ、あれだけのチームですので、まあ、かなりこう厳しい展開になるっていうのは分かってたんですけど、まあ、やっぱりこういい、その中でもやっぱいい部分っていうか、まあ、本当にこう頑張って追いつけそうな雰囲気がある時間帯だったりだとか、頑張って守れる時間があったりだとかっていうので、まあ、みんな本当に手応えを感じてるというか、そういう感じの2試合になったんじゃないかなっていうか感じでは思ってます。まあ、土曜日は逆転こそされはしましたし、まあ、日曜日も最後ちょっと入れられましたけど、もう終わりまで結構接戦でしたもんね、だったと思いますね。僕は見てて本当、プレイヤーには本当に感謝してますし、まあ、あれだけ本当に2試合続けてこのメンバーでていうか人数が人数ですので、まあ、かなり本当プレイヤーはボール以上に多分かなり2試合目はタイトな、本当に体的にもきついと思うんですけど、まあ、あれだけ守ってくれるし、まあ、あれだけ走って攻めてくれるしっていうのは、本当にすごいいいプレイヤーたちに恵まれてるなっていうふうに思ってます。まあ、またもしかしたら来週の全日本でも戦うかもしれませんし、年明けも対戦するわけですが、クレーンズの印象いかがでした？やっぱりクレーンズもこう若い選手がいいセットに入ってきて、まあ、こうやっぱり何年か前とはちょっと違うというか、チームになってガラッと変わりましたし、まあ、うちのチームにいた選手たちも何人かいてますし、まあ、そういう面では本当にすごいいいメンバー揃ってるチームなんで、まあ、僕たちが本当やっぱりこう 100% の力でコンディションでいかないと、やっぱりいい試合は展開には持ち込めないなっていう感じはするんで、まあ、そういう面では本当にこう全日本前にいい試合ができたのかなっていうふうに思ってるんで、はい、それを全日本につなげれればなっていうふうに思ってます。ないのは伊藤優斗選手がね、残念ながら遠征に帯同されなかったということなんで、はい、会いたかったですね。会いたかったですね。釧路行った時ちょっと、まあ、話少ない時間ではあったんですけど、少し話はしたんですけど、相変わらず元気そうで、はい、良かったです。彼もね、はい、親バカぶりを発揮してますからね。そうですね。子供も、はい、会って見たんですけど、はい、もうすごいそっくりね、はい、可愛いですよね。まあ、今度また試合があるので、今度はね、まあ、向こうにも大人種選手いますけど、対戦する機会が、はい、向こうはいい側で立てるといいですね。そうですね、そういう、ね、機会を本当お互い多分願ってるっていうか、はい、と思うんで、まあ、その日が来ればいいなっていうふうに思ってます。はい、さて、まあ、今シーズンもフリーブレイズのゴールキーパーは道尾選手、畑選手、古川選手の3人体制、高第1高トリオで頑張ってるわけですけど、道尾選手はこの間、ね、横浜では畑選手先発してちょっと点取られた後出てきてすごいセーブしてましたし、古川選手はちょっとね、今試合お休みしてますけれど、はい、どうですか、ゴーリーズここまでは。やっぱり例年通りいいこう
なんていうかライバル関係っていうかありますし、うん、やっぱみちおさんはあれだけの経験ある方なので、うん、やっぱりみちおさんから学ぶ部分っていうのは僕ら本当に多いですし、みちおさんもやっぱりこう僕らに声かけてくれたりだとか、僕らだけじゃなくてもう見てて思うのはプレイヤーの若い選手たちだったり、まあ太一もそうですけど、うんうんうん、太一も高台地から東洋って入ってきて、まあそういう部分もこうあるのか分かんないですけど、うん、すごい太一にこう声掛けしてあげてるっていうのは見てて思うんで、やっぱり素晴らしいなっていうふうに思ってます。みちおさんすごいですね。すごいですね。いやもうすごいっていうレベルじゃない43歳ですって。いや多分みんな子供たちももっとやっぱりみちおさんのこの凄さに気づいてほしいなっていうか、周りもそうだし、まあ、本当僕なんかが入ってきた時はまだバリバリ、ね、できてたっていうか今でもできてるんですけど、もっとバリバリの年代だったんで、やっぱりその時ってやっぱりみちおさんもベテランだし、うん、今みたいな感じで軽くこうなんていうか、うん、声掛けっていうかできなかったって言ったら変ですけどなんですけど、まあ、今逆にみちおさんの方からそれなんか年もかなり離れてるし、うん、まあ、そういう面では本当にみちおさんに冗談も言ったりだとか、みちおさんが逆にこうみんなに対して、うんうん、自分からこう冗談言ったりだとかアドバイスしたりだとかっていうのがあるんで、本当にすごいなっていうふうに思います。人としてもね、はい、そうね、優しいですね。ね、多分ブレイズができた時って太一選手だとしたらまだ小学校か中学校入るかぐらいでしょうからね。そうですね、まあ、みちおさんがプロに入った時、18歳だと思うんですけど、みちおさんがプロに入った時ってまだ僕多分ボケ始めてないと思うんですよ。そう、高台地から雪印でしたからね。なんで、まあ、僕はホッケー始めてキーパーになって、よくみちおさんのことクシロードリンクで後ろから見てたりだとか、うん、してたんで、まあ、それが今もう8年近くプロに入ってから、ね、うん、まあ、本当こう憧れの選手と付き合えるっていうか一緒にできるのは本当夢みたいだったね、うん、自分が43歳で今のみちおさんぐらい動けるかなっていう気になりません？無理でしょ。やっぱあの人やっぱすごいな、怪我しないんでね、本当にどっか痛めたりとかしないんで、それは本当にすごいっていうか、うん、やっぱりそれだけの努力してきたんだと思うし、うん、やっぱりそういう部分はやっぱ本当見習いたいなというふうに思います。うん、はい、高台地ゴーリーズ3人この後も頑張ってほしいなと思います。はい、はい、フリーブレイズはフラットでのスケート教室も、11月ぐらいからですかね、だんだんに、まあ、こういう状況ではありますが始まりまして、この間三条中の時に、はい、あの教え役が畑選手だったそうで、はいはい、中学生相手にスケート教室どんな感じで教えるんですか？いや、でもなんかその教えるっていうより も、うん、もう中学生なんで本当結構やったことある人が多いんで、本当スケート あのやり方だったりとか、まあ、小学生だと靴ひもの結び方とかやるんですけど、はいはい、まあ、本当に中学生ぐらいになるともう自分たちで勝手にパッて着替えてくれてっていうことももちろん聞いてくれるし、うん、はい、本当にスムーズに、もう僕ら何も本当に一緒に滑って、いろんなお話してとかっていう時間が過ごしたんで、まあ、多分中学生が楽しかったっていうよりも僕らの方が多分楽しかったので、はい、そういう感じの時間になってるのかなっていうふうに思います。ね、練習始まる前とかにもやったりとかね、いろんな活動してますもんね。はい。はい、さてさて、畑選手というと、あのホッケーショップニーダでの個人レッスン。はい。あ、はい。いつぐらいから始めてます？もう1年半ぐらいになります。あ、そんなになりますか？はい、うん、どういうきっかけでスタートしますか？まあ、どういうきっかけで、うん、まあ、やっぱり結構その2年ぐらい前から本格的にこっち あのフリーブレイズジュニアの練習とかにも毎回参加してくれってチームから頼まれるようになって、うん、で子供たちとこう関わる機会だとか多くなって、うん、あんまり僕こうなんていうか指導者っていう頭はなかったんですけど、まあ、でもそういう中でこうやっていったらやっぱりいろんなつながりできて、うん、もうちょっとこう子供たちとやっぱり週1回ジュニアで会うだけじゃなくてもう少し頻繁に会えるっていうか、まあ、みんなからもそういう意見とか親御さんからもそういう意見あったんで、
まあ、せっかくなんでそういうなんていうかコミュニティみたいなのを作ろうかなっていうか、うん、関われる、まあ、多分各々ジュニアチームで、うん、まあ、本当にこういいコーチたちがいて、そのいろんなことを教えてもらってるとは思うんですけど、まあ、それでもこう別でキーパー専門の練習ができるところっていうかをできれば、まあ、子どもたち的にも少しこう なんていうかいいのかなっていうか、僕が子どもの頃ってちょっと僕の師匠がいるんですけど、うん、北海道にその人がついててくれて、まあ、そういう環境って結構やっぱりみんなにも与えてあげたいなっていうか、うん、って思ったんで、そういう、まあ、場を作れるきっかけだったんで、うん、ちょっと活動し始めてみました1年半やってみていかがです？結構増えましたね、キーパー教えてほしいって言ってくれるキーパーだとか、まあ、まだ1年半なんで、あ、まだ全然あれですけど、まあ、やっぱり中学生になった時、小学校から中学校になった時にやっぱりフリベルジュニアでは中学生毎週教えてないんで、そこをやっぱり中学生になった時にもつながり持てれるようになったりだとかすれば、もう少しみんな安心してキーパープレーできるのかなっていうか思うんで、まあ、その辺は少しもうちょっとこう可能であれば、まあ、何年か続けて見てからちょっとなんか成果みたいなの出てくるのかなっていうか、はい、思っています。今どのぐらいのペースでやってるんですか？今は基本的に今月は土日できないので、まあ試合でしょ、はい、試合があるんで、まあ、土日できる日は土日、やっぱりみんな子供たち、うん、土日希望が多いんで、まあ、その中でも僕らの事情をみんな知っててくれてるんで、うん、まあ、そこをうまく平日の夕方にとか、うん、まあ、週2回から3回ぐらいはやったりとかしてるんですけど、まあ、ただ僕ら地方に遠征行くこと多いんで、やっぱりこの前新横だったりとか行ってるし、うん、年明けも東京予定されてるところあるんで、はい、まあ、そこをちょっとやっぱりこう考えながらなんで、これから少しちょっと減ってくるかなっていうか思ってます。いやでもすごい、自分の時間を削ってでも地域の若いゴーリーたちのために、はい、すごいな、可愛いですねやっぱりちっちゃいキーパー、はい、まあ、でもどんどんアドバイスすると、自分たちの練習とか試合でも実践してできなかったことができるようになったり上達したりするのが目に見えるんでしょうね。でもやっぱり僕の方がすごい勉強させられてるっていうか、あ、そうですか、うん、僕が逆に結構みんなから教えてもらってて、うん、忘れかけてたことをこう気づかされるじゃないかそういうのが結構多かったりとかするんで、うん、なんかあれなんですよね、本当にこう些細なこと、子供たちからこれどうしたらいいんですか、ここはちょっと分かんないんですけどっていうのも、なんか実は結構僕がまた気づかされるきっかけになったり、まあ、いろんなことですけど、見直したりだとか新しいこと気づけたりだとかっていうのがあるんで、本当に僕の方が助かってるっていうか、はい、感じします。そういうこう感覚的なものも結構あると思うんですよ。でもそれをこうやってみせたり、その、はい、言葉化して教えるってすごい作業でしょうね。うん、難しいですね、うん、やっぱりだからこういろんなコーチと僕教えてもらったりとか一緒に仕事したりとかしてるんですけど、やっぱり言葉にできてそれ伝えれるコーチってやっぱ少ないんで、うんうん、だからそこはこうできるコーチのがやっぱりその真似したいなっていうか、うん、思うし、それやっぱり経験とか多分必要なんだろうけど、なんでそういうところをやっぱり勉強していきたいなというふうに感じるようになりました。あれ、個人レッスンはどういうふうに申し込みとかすればいいんですか？基本的にはジュニアのこう優先で今やってるんですけど、うん、まあ、一般の人ももちろん受けれますし、今ちょっとホームページでもう受付してないんですけど、うん、っていうのはもうかなりいっぱいいっぱいで枠がそんなに募集してないっていうか、なんでちょっと今はホームページではチームのホームページでは募集してないんですけど、うん、まあ、ただ空きができ次第、うんうん、また募集するっていう形になると思うんですけど、ジュニアの方も結構入会してくれる子が増えてきて、うん、ジュニアと連動してるんで、うんうん、そのレッスンがなんで結構ジュニアの方が今大変で、お、僕たちキーパー3人で教えてるんですけど、うん、12人ぐらいいるのか確かキーパー、はい、なんて12月もね中高生向けの、
そうですね、ピンポイントの方が逆に多分少ないと思いますね今。いやー、本当八戸生まれ八戸育ちのゴーリーがいっぱい誕生して成長してそれぞれのカテゴリーに広まっててほしいですね、うん、やっぱり女子も含めて。そうですね、それがなんていうか環境あるんだけど、うん、やっぱり古川俊選手以来、うん、多分出てないて、うん、だと思うんですよ。 そのレベルに行く選手出てなかったりとか、うん、それまではみちおさんだけだった時期多分あると思うので、うん、かなりこうなんていうか、はい、少ないのかなっていうふうに思ってるので、うん、もっともっと出ていいのになって思うんですけど、まあ、その部分を少しでもこうなんか目指せる手助けじゃないけどできればいいかなというか、はい、思ってます。はい、わかりました。さあ、フリーベレーズの今後の試合ですけれども、今週もホーム戦です。フラット八戸で栃木日光アイスバックスと対戦です。12月5日土曜日夕方5時、6日日曜日午後3時半となっています。2週連続のホーム戦、先週は悔しい思いをしましたし、バックスにはアウェー戦で連敗をしています。さあ、今週もホーム戦です。ポイントや意気込みをお願いします。そうですね、やっぱポイントは、うん、まあ、バックスも本当にクレンズみたいな感じで、はい、うん、でアウェーでも結構力の差見せつけられる部分っていうのも多かったですし、まあ、ただそこから僕たちも成長してると思うんで、まあ、いろんな今年本当にスペシャルプレー、パワープレーだったりとかっていうのはうちのチームすごいいいと思うんですよね、うん、見てもらってて分かる通り、やっぱり若い選手が本当に頑張ってくれてて本当にいいので、そこをまあやっぱり結果として出して、で、まあ、本当に5対5のシーンではやっぱり失点しないっていうところを、まあ、長くできてプレーできていけば、まあ、確実に勝てるというか、うんうん、かなりの確率で勝てるんじゃないかなというふうに思っているので、まずそこを目指していきたいのと、まあ、やっぱりこういうコロナでいろんなことが制限されていますし、やっぱりファンの皆さんに集まってもらって見せられる機会っていうのは例年ほど多くないと思って、うんうん、ただそういう中でもやっぱりみんな集まって来てくれてるんで、まあ、なんとか僕ら勝利を収めてちょっと笑顔で試合を終えれるようにやっぱり努力したいなというふうに思ってます。はい、そして来週は全日本選手権が8年ぶりに八戸での開催となっております。はい、ブレイズは準決勝土曜日にオージーイングルスと、はい、で日曜日は決勝戦、反対側のバックスとクレンズと勝った方ということになります。8年ぶりに八戸での全日本、前回八戸で会った時は畑選手はまだ大学生でした。関西大学でした。はい、オージーイングルスと対戦していた試合私も見てました。見てましたよ。はい、ありがとうございます。終わった後にインタビューもしたはずです。あ、本当ですか。うん、そうか、8年前。見てないな。見てないか。8年前、8年ぶり。はい、そうですね、まあ、8年前はまだ大学生だったんですね。うん、まあ、最後の年ですよね。2月でしたからね、もう卒業直前、卒業直前ですよね。うん、インカレも終わった後か。在学中は、在学中はあれなんですよね、王子と2回試合する、公式戦で2回試合する機会があって、確か大学1年生か2年生の時に1回やって、うん、コテンパにやられて、王子に。やっぱすごいなっていうか、まだその時って僕も、まあ、プロ目指してはいたんですけど、うん、本当にプロの選手たちの、まあ、レベルって遠いなっていう風に感じてて、まあ、ただそういう中で大学でいろんな経験積ませてもらって、まあ、4年生最後の時に、うん、まあ、結構いい試合じゃないけど、うん、自分の中では結構頑張れたなっていう結果を残したっていうのは覚えてるんで、うん、まあ、その時からは、まあ、もう8年も経ってますし、その時よりは僕も多分上手くなっててほしいなっていうか自分が思うんですけど、やっぱり一つ思い出として大学時代に残ってる大会なんで、うん、また思い出させられるのかなっていうふうに思ってます。はい、去年までのホームリンクのテクノライスパーク八戸で全日本ができます。こちらへの意気込みもお願いできますか。そうですね、新田で久しぶりに、ね、テクノライスパークでできるんで、うん、まあ、やっぱりフリーブレイズの選手としてはみんな多分全選手多分恩返ししたいなっていうか、そういう気持ちでやっぱりプレーできるのかなっていうふうに思うんで、まあ、そこで何年、もし優勝したら何年ぶりですか。 3年4年、3年ぶりですね。3年ぶりですか。はい、3年ぶり。3年前あれですよ、大道ですよね。そうです、そうです、うん、あの時も一笹選手のゴールで、はい、王子に決勝戦で勝った。
ペッパー畑選手で、そうですね、 MVP ももらっちゃいました。はい、なんで、まあ、今度は八戸で優勝できるチャンスがあるんで、はい、まあ、それを、まあ、短期戦になるんですけど、うん、2回勝てば優勝かな、2回勝てば優勝かと、はい、その2試合に、まあ、全てかけて、うん、はい、チームで優勝したいなというふうに思います。わかりました。はい、今週のフラットでのバックス戦、来週の新田での全日本選手権、ぜひ、選手も合わせれば3週連続ね、地元で試合できるので、ファンの皆さんも出かけいただきたいと思います。はい、じゃあ最後になりますが、まあ、言った通りホーム戦が続いている最中ですので、はい、ブレイズファンに一言お願いします。はい、まあ、あの3週間試合が続くということですので、うん、ぜひ皆さん、あのリンクの方に足を運んでもらって、まあ、僕たちの熱い試合をですね、生で見てもらう、うん、いい機会だと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい、ザワ今週のバック戦、はい、はい、いい準備で迎えてください。はい、頑張ります。はい、週刊フリーブレイズ55番畑道和選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。